新村駅は大韓民国ソウル特別市西大門区新村道に位置する韓国鉄道公社の駅である。乗り入れている路線は線路名称上は京気線であるが、当駅には近郊電車の京気、中央線電車のみが停車する。駅番号は P314。辰山線の全区間開通後は新村駅経由の運行がなくなる予定だったが、 新村駅とソウル駅の需要を考慮して、約1時間に1本の間隔で列車を運行することとなった。ソウル交通公社2号線の新村駅と区別するため、新村儀社駅と呼ばれることがあり、路線バスの停留所名も新村儀社駅である。この呼び方は、警備線が秘伝化だった時代の名残である。島式ホーム1面2線の地上駅で、京上駅舎を持つ。ホームは、 ソウル側のみが強用されており、西側の未使用部分は、柵で閉鎖されている。出入口は1番と2番の2カ所ある。近年の1日平均利用人員推移は、下記の通り。なお、2009年は、開業日の7月1日から12月31日までの184日間の、平均である。現在、新村駅は、周辺の再開発とともに、 民間事業者が運営する民主駅舎として新たな駅ビルが建設され、ショッピングビル、ミリオレなどが入居する近代的な駅ビルになっている。また、以前は、警備線によって南北の往来が寸断されていた新村駅周辺も駅ビル完成とともに、駅ビル内の自由通路を通じて、容易に四世大学側に抜けられるようになった。なお駅ビルは、経営不振により、 映画館を除き10年近く空き店舗になっており、幽霊建物状態となっている。旧駅舎現在役割を終えて保存されている旧駅舎は1920年代に建設されたものである。新しい駅舎を建設する際、ソウル市は当初日本当地時代の建築物に価値はないとして保存しないつもりだった。だが、この駅舎はソウル市内に現存する最古の駅舎であり、 保存を求める地元住民の反対を受け、2004年に登録文化財第136号となった。その際復元工事が行われ、後に青色に塗装されていた外壁はほぼ新築当時の外壁の色に復元され、ガラスドアに交換されていた出入り口も復元工事が行われ、韓国時代に乗客像により増築された部分は撤去された。さらに、 新駅の建物にかかることを避けるために後方の部分が移築され正面から見て右側に張り出すように改築されたため建物の印象が大きく変わったそのため長らく親しまれた青い駅舎など以前の姿を知る人々の中には風情がなくなったとする意見もある2012年6月旧駅舎を利用した観光案内所がオープンしたハンギョレ h t t p w w w h a n y c o k r r t s o c i e t y ラッシュ3 3 4 6 9 4 h t m l ハト a b 1 0韓国経済新聞 https://www.ajankyung.com スラッシュファイナンススラッシュアーティクルスラッシュ2018091466841朝鮮総督府官報対象第2672号1921年7月7日33857オムタテツヒコ 今でも乗れる昭和の鉄道 ISBN978 から44億9千20万6千2百72。ありがとうございます。